アイラブ一宮。一宮市広報アイラブ一宮、司会は私斉藤みなみです。どうぞよろしくお願いします。なんと一宮市に女子プロ野球チームの皆さんがやってきました。今回は皆さんのご紹介をしながらお話を伺います。一般社団法人日本女子プロ野球機構に加盟する女子プロ野球チーム愛知ディオーネ、昨年まで兵庫県を拠点に活動していましたが、今年から愛知県に本拠地を移転、日本女子プロ野球リーグを2連覇するなど実力のあるチームです。愛知ディオーネの皆さんです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速皆さんの自己紹介をお願いします。はい、愛知ディオーネ監督をさせていただいております碇美穂子です。愛知ディオーネのチーフコーチをさせていただいてます大沢康子です。愛知ディオーネキャプテンの三浦恵美子です。ポジションはライトです。愛知ディオーネ背番号18番ピッチャーの佐田亜美です。愛知ディオーネ背番号10番キャッチャーの寺部歩です。愛知ディオーネ背番号21番外野手の榊原里奈です。愛知ディオーネ背番号5番外野手の中田智美です。はい、ありがとうございます。ではまず、女子プロ野球について教えていただきたいんですが、はい、今の女子プロ野球チームは、はい、トップチーム3チームと育成チーム1チームの、まあ、4チームで構成されています。おー、なるほど、戦ってるんですね。はい、はい、愛知ディオーネは小澤コーチ所属は何名メンバーがいらっしゃるんですか？選手が19名、指導者が3名です。なるほど、皆さんで練習に励んでいらっしゃるわけですね。チームの雰囲気としてはどうですか？エース佐藤選手を中心に守備のチームですごいいい雰囲気です。中でも佐藤選手はすごいピッチャーだと伺ってますが、はい、いや全然です。周りがすごいね。リズムよく投げとけばみんな守ってくれるかなっていうのがあるんで。なるほど、信頼関係がもうバッチリ築かれてるので、ね。はい、佐藤選手ワールドカップでも2大会連続で MVP を獲得したそうですね。はい、それも、はい、みんながすごいんです。謙虚ですね。本当に本当にもう、はい、ちなみに球速、はい、どれぐらい球は、マックス、今まで、まあ、プロ入って今年6年目なんですけど、はい、今までの最高が126キロ。126キロですか。はい、いやちょっとあまりのスピードにびっくりしたんですけど、バッティングセンターとかでもね、90キロとかですし、笑っちゃうんですけど、やるんですか、バッティングやるんですか？やりますよ。打席立ちに来てくださいよ、練習で。尻餅ついてもいいんでしょ。今バッテリーを組んでるのが寺部選手。はい、はい、どうですか？やっぱ球界を代表するエースって呼ばれてるので、普段言われたことないですなのでやっぱり周りから見てこの、まあ、勝って当たり前っていうか、やっぱそういうプレッシャーもある中で実際にやっぱ結果を残すっていうのが、まあ、本人もすごい苦しいと思うんですけど、やっぱりこうバッテリーを組まさせていただいてる中でもやっぱり打たれると配球がどうかなとかいろいろ考えてしまうところはちょっと、はい、あります。佐藤選手はバッテリー相方はいかがですか？うまくいくときはうまくいくんですけど、ちょっとうまくいかなくなったときにちょっとこうよそよそしい感じでどうしようみたいな、ちょっと遠慮しちゃうとことか、仲いいんですけどちょっと人見知りみたいになっちゃう。さあ後ろの榊原選手と中田選手はお若いですけど野球歴はどれぐらいなんですか？小学校から1年生から。あーすごい。野球です。榊原選手、いや私は大学ちゃんと始めたのは大学からなんで、はい、今で7年目に入る年です。野球を始めたきっかけっていうのは、両親が野球がすごい好きで、はい、東京出身なんですけど、ずっと東京ドームとかに連れてってもらってて、はい、でたまたま近所の男の子に野球を誘われてそこから始めました。この場にいない選手の皆さんも紹介したいと思います。厚瀬美希選手、三原遥選手、太田歩選手、
笠原優子選手、宮原美香選手、ただの春奈選手、堀田ありさ選手、松谷ひなの選手、森若菜選手、小原みなみ選手、笹沼奈々選手、西山小春選手、宮山真由選手、ジェン・チー選手。一宮はまだ来られたばっかりですよね。そうですね、 2ヶ月ぐらいですかね、来てまだ、はい、一宮の印象はどうですか。そうですね、市長訪問させていただいた時に、はい、市長さんが昔は繊維の町で女性が活躍していたという話を聞いて、あ、なんか女性が活躍できるっていう印象があるので、私たちも女子プロ野球なので入っていけるかなと思いました。そうですね、もう皆さんがいらっしゃってくださったことで一宮市民もすごくワクワク盛り上がれることが増えてすごく嬉しいんですけども、一宮の名物とか美味しかったものってありますか。私カフェが好きなんですけど、はい、カフェモーニングがなんか茶碗蒸しがついてきたりとか、はい、いろいろなんか、そんなものまでついてくるのっていうような。モーニング体験した方いらっしゃいますか。あ、モーニングで炊き込みご飯とかついてたんですよ。ありますね。なんかもうオフの日にもう絶対にもう行こうと決めて、普段はすごい寝るんですけど、はい、そのためモーニングするために起きて体験してきました。なるほど、はい。じゃあ野球にちょっと話を戻しまして、皆さんの今後の目標とかがあれば。野球をやりたい人たちにやっぱり最高の環境を作っていくっていうことを目標にしてやってます。はい、愛知ディオネがこの一宮に来たってことを一宮とか愛知の皆さんに広く知ってもらって、女子プロ野球がもっと発展していくっていうのが。私は愛知県出身なんですけれども、小さい頃は本当にこの愛知県で野球ができる環境っていうのがなくて、でまた講師大人になってこうやって愛知県に帰ってきて野球ができるっていうのは何かの縁だと思うので、やっぱここの愛知県東海地方でもっと女子野球を盛り上げていきたいなって思います。はい、まずは愛知ディオーネが愛知県に来て初めての年なので、勝ってやっぱ女子野球っていいなっていうのを思ってもらいたいので、はい、愛知ディオネで優勝することを目標にプレーしていきたいと思います。はい、女の子が野球をするっていうのが当たり前になるように、当たり前っていうのが一番難しいと思うので、本当に当たり前の環境になっていけるように私たちも頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、野球ですとかプロを目指す女の子たちに何かアドバイスやメッセージがあれば。その続けてることが終わってしまうとやっぱそこまでになってしまうんで、続けとけば何かあると思うので、はい、頑張って、特に、まあ、野球私たちも大好きで続けてるんで、そういう思いを持ってる女の子たちにはぜひ続けてもらって、いつか繋がれたらいいなというふうに思います。何をやっても、感謝をしたり、いいことをしたりして、まあ、なんかこの野球ができる環境がチャンスが来たので、人としてそういう気持ちを大切にしてほしいと思います。なるほど、すごくいいお話が聞けました。テレビ用ですけど。さあ、そしていよいよシーズン開幕ですね。一丸となってワクワクを皆さんに提供していくっていうのをみんなで掲げてますので、はい、ぜひ球場に来ていただいて、はい、皆さん一緒に球場を沸かせていただけるとありがたいなと。シーズン開幕は3月21日から、はいはい、でその後も一宮市で試合があるんですよね。はい、そうです。4月1日2日と、はい、一宮市営球場で試合がありますので、はい、まあ、本当に地元ここの一宮でお披露目できるように、はい、まあ、今もう特訓中なので、はい、楽しみです。私もワクワクしてます。はい、もう一宮を挙げて、これは愛知ディオネの皆さんを応援していこうと思います。お願いします。皆さん今日はお忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。